3回の表、侍ジャパンは8番の相川から始まるオーダーです。まあ、この相川といいますと、23日の京セラドームの、あのオーストラリア戦の逆転スリーラン、侍ジャパン公認サポーターの中井さん、はい、あの一発は気持ちよかったですね。大きかったですね、1安打2安打で抑えられてましたから、あのやっぱり地味な試合というか、はい、やっぱり大きな、ね、点というのはなかなか難しい中でね、相川選手から出たっていうのはすごく心強い、侍ジャパンにとっては。本当ですね、はい、今日は阿部に代わってのスターティングメンバーでの出場です、相川。まあ、槙原さん、本当にあの山本監督もね、この相川の一発が、ホームランが翌日の失点につながったんだということを言ってましたけどね。本当そうですね、それだけの点で抑えられてたら、もうなんか重苦しい雰囲気がずっと来て、はい、なってしまうんですけどね、まあ、オーストラリア戦を見る限りではまた、まあ、そこそこ当たってきたなと思ったら、この間阪神にまた 1-0 でしたから、26日ね、まあ、今日もまだ点入ってないんですけど、ワンボール、ツーストライク、ジャイアンツの先発は高木恭介。阿部選手の情報って何か入ってますか？阿部の情報としてはですね、とにかくあの右膝の外側の違和感ということで、まあ、今日はベンチにも入らないで、ホテルで、休むということですね。で、本戦もね、どうなるんでしょうね。まだちょっとチームドクターの診察を受けただけで、なんとも言えない明日の状態ということですね。林さん、はい、日本代表サイドですがね、梨田正孝野手総合コーチに聞きましたが、膝の違和感があるということで、やっぱりキャッチャーで右膝というのは非常に大事な部分であると、はい、ですから無理をさせないでおこうということになったという話です ね、 ですね。今日様子を見て、明日の練習も様子を見ると、はい、いうことでした。侍ジャパンサイド、初田アナウンサーのリポートでした。ややバットの先か、セカンド藤村、セカンドゴロでワンアウト。さん、本当にあのキャッチャーというのは立ったり座ったりが多いですしね。僕はピッチャーも大変だと思ってますけど、キャッチャーがやっぱり一番大変だと思うんですね。僕たちと同じだけのボール投げますし、そうですよね。しかも右足ということになると軸足ですから、まあ、槙原さん、あの昨年痛めたところとは違うというね、ことは、まあ、まあちょっぴりいい情報ではあるんですが、まあ、ただこの時期に出ないっていうのはね、まあ、ある程度そういうことも想定して考えていかなきゃいけないのかなっていうことになれば、相川の打撃っていうのも大事になってくるし、はい、まあ、そういうのは当然考えてね、まあ、選手も選んでますから、みんなで補っていくしかないということだと思いますけどね。戻ってこれればそれでもう十分に。ラストバッターの松田、松田も先日のゲームね、ツーベース、あれ阪神戦ですかね、その後ちょっと三塁を欲張ってアウトっていうのがありましたが、まあ、倉さん、いろいろ松田自身もこう思い切ってチャレンジしてみたっていうことだどうとは思うんですけどね。サインだったんですか？いや、そうではないみたいですね、はい。まあ、でもあの、まあ、最初は試合感取り戻すっていうことと、はい、スチールってやっぱ勇気いると思うんですよね。そうですね。そういうのを、あの一回経験しておくっていうのは大事だったと思いますけどね、はい。やっぱりあのとにかくいろいろこう早めに調整はしていても、ゲームというものに対してはまだこれが実戦では4試合5試合目ということになるわけで ね、 あの練習試合を入れても、はい、ですが、そういう中での一つ一つの動き、頭で考えることと体の判断をすることがつながるかどうかっていうのは若干時間かかりますもんね。そうですね、まあ、そのギャップをできるだけ少なくしていく作業をね、はい、みんな一打席こう考えてやってると思うんですけどね。そうですよね。まあ、前回も一郎選手が神戸に戻って一人でやったとかありましたよね。ありましたキャンプの最中にね。バッティングがもう数がやっぱ少ないんですよ。全体練習の時ってやっぱり全体で同じように変えなきゃいけない、一人残ってっていう感じでしにくい感じのバスで移動しますからね、はい、ですから選手ここでやっぱり対バッターで一人でゲージで残ってやりたいっていうのもあると思いますよ。その辺のやっぱり、まあ、生きた球を打つ数の少なさっていうのがね、多少影響してるのかなっていう気がしますね、はい、松田が外側のカーブよく見送りまして、フォアボールで出塁。この坂本の第1打席初球打ってのクリーンヒット、これはもう坂本らしいバッティングでした。
さあワンアウトランナー一塁、高田さんここでどうやってチャンスを広げるかですね。そうですね、はい、一塁ランナー松田、はい、打線をつなげていくにはアウトになったとしても一つランナーを前に進めるところですね、はい、ここはもうエンドランを期待したいですね、はいはい、高瀬の三塁ベースコーチのシグナル。松田は昨シーズン盗塁16を決めています。左ピッチャーの高木恭介ですからそう簡単にスタートは切れないというものもあるかもしれません。ワンアウトランナー一塁、1点を追いかける侍ジャパン日本代表の攻撃。ワンボールワンストライク、スタート、投球はボール、盗塁成功。侍ジャパンはこれで実戦強化試合走行試合4試合目で盗塁5つ目。牧原さん、スタートも良かったんじゃないですか、ね。まあ、これはね、うまく走りましたよね、まあ、前回もやっぱり、はい、3カ国の中で一番盗塁数が多かったですよね、11個ですかね、はい、2006年大会、第1回大会も参加枠で一番多かったですね。やっぱり、この盗塁というのはもう武器になりましたね、点が入らない時っていうのはね。さあ、ワンアウトランナー2塁です。スコアリングポジションにランナーを進めました。同点のチャンス。川さん、今のね、松田が走った投球ですが高めに行きました、はい、サインとしてはやっぱり盗塁ですかね、エンドランですかね。盗塁だったんじゃないですかね、盗塁ね、はい。まあ、でも機動力を使うというのは盗塁だけじゃないと思うんですね、はい、僕はですね、とアウトサイドいっぱい。機動力とは、機敏な動作の能力ですから、足が速いだけじゃないんですね。なるほど、自分の持ってるスピードで機敏に動けばいいわけですから、ですから走塁の技術だと思うんですね、はいはい、さあこのメンバー見ても走れないって言われても走るランナーもいっぱいいますし、エンドランを使えるランナーもいっぱいいるんですよね。フルカウント、引っ張ってショートの正面です。ランナー2塁に戻りました。2アウト、2アウトランナー2塁、当たりは良かったんですがショートの正面。日本の選手は走塁の技術持ってますから、はい、でそれを使うことが僕は機動力だと思いますね。なるほどね、そういえばオーストラリア2戦目日本が大勝した試合、オーストラリアの監督がですね、やっぱりそういう日本の走塁機動力にプレッシャーを受けたってことを言ってますが、はい、好調、角中のバッティングをご覧いただいています。大阪ドームで見事なスリーベースヒットを放ちました角中。第1打席は送りバント。さあここは打って返すということが期待されます。1点を追いかける侍ジャパン。ここなんですけど、こういうケース、2アウト2塁とかで、はい、1、2塁とかで代打でポンと出されるケースもあると思うんですか。そうですね、この場合はですね、はい、ですからここの打席がちょっと楽しみですよね、どういうバッティングしてくれるかですね。三塁方向、三遊間方向に目をやりました角中。中道です。独立リーグ、四国アイランドリーグ出身、初の首位打者、昨シーズン3割1分2厘でパリーグの首位打者を獲得。まあ中井さん、そういう意味で言うと角中はもう苦労人と言いましょうかね。ですよね、夢ね、はい、子供たちもそうですし、いろんな子供たちがどういう形でもね、このプロに入れるっていうね、はい、うん、夢を広げてくれた選手の一人じゃないでしょうかね。そして結果を残していけば侍ジャパンのユニフォームを着られると、着れると、ね、はね、追い込まれてからヒットを打つ確率が非常に他の選手よりも高いので、そうですね、ノーステップに切り替えるんですよね。そうですね、2ボール1ストライク、追い込まれるまでのすり足打法。ですから牧
秋原さん、ノーステップに切り替えというのはそれだけこうあのコンタクトの率を高めるということですよね。いろんな変化球にも対応できるようにするというところですね。長打っていうのはあまり、はい、あの飛距離が落ちるとは思いますけどね、ピッチャー側からするとやっぱり球たくさん投げさせられる可能性があるから嫌ですよね。レフトが浅い守備を取っています。ジャイアンツの守り、ちょっと高めに浮きました。フォアボール、ツーアウトランナーが二塁一塁。WBC は球数制限ありますから。そうなんですね。やっぱりボールをたくさん放らせるっていうのも攻撃の一なんですよね、だから初球からポンポンと打っちゃうんじゃなくて、球数投げさせて、まあ凡打してもですよね、その早く交代してくれるというケースもありますから、いいピッチャーだともう早めに交代させた方がいいですけどね。打てない時ほど球数投げさせるっていうことですね。もうだから放送しながらそういうことを結構しきりに言ってたことを思い出しますよ。はい、はい、桑さん、ここは角中がフォアボールでつなぎましたね。はい、そうですね。ポイントゲッター3番の内川、ちょっと何試合かずっと気になってたんですけど、はい、ランナー2塁でショートゴロ、サードゴロ多いんですよね。あ、なるほどね。はい、まあ、松井君が1回チャンスあって、それファーストゴロかセカンドゴロって、はい、進めたんですけど、ランナー3塁にいるとピッチャー変化球低めにワンバン気味に投げづらいんですよね。そうするとバッターが打ちやすくなりますよね。そういった意味でプレッシャーかけていくのも日本の野球のいいところだと思いますので、ですから坂本君の今のショートゴロもちょっともったいないなと。いい当たりだったんですけど、はいはい、まあ、ピッチャーを右に打って3塁に進めていってくれてたら、もっとバッターは打ちやすくなるんじゃないかなと思うんですね。当たりは良くて惜しかったなじゃなくて、はい、それに加えてランナー3塁に進めるという、はい、そういう部分ですね。それがあの日本らしさだと思うんですよね、はい、アウトの意味ですね。そうですね。ツーアウトランナー2塁1塁、同点のチャンス。詰まったライトの右、懸命に追いかける矢野、ファールです。マキさんはフォークをよく投げられてましたから、ランナー3塁でのフォークってどうですかね。やっぱり嫌ですよね、はい、ちょっとボール高めにセッティングしますよね。そうですね、ワンバンっていうのをやっぱ考えますから、考えるだけでもやはり冒頭のこともあるし、逆に落ちが悪かったりするわけですよね、まあ、この WBC のボール、まあ、国民の人も滑るっていう意識があるでしょうから、扱い難しいですからね、やっぱり3塁にいるっていうのは嫌ですよね。まあ、今日のこの試合ではジャイアンツが守っている時には日本の NPB の公認球、統一球が使われる、そして侍ジャパンが守っている時には WBC の公認球が使われるということで、使い分けはあるわけですけどね。ワンボールツーストライク、ここまでファール2つですが、桑さん、ちょっとやっぱり内川がなかなか自分のポイントで捉えられてないですね。まあ、でもいいバッターはですね、ツーナッションからでもこう1球2球ボール投げさせながらタイミングを掴んできますのでね、はい、そこに期待したいですけどね、はい、早めに追いつくと言いたいですね。2ボール2ストライク、ジャイアンツの外野の守りですが、レフトの太田がやや浅めですね。定位置よりも前に来ております。センターライトはほとんど定位置。次が4番の糸井。侍ジャパン3回の表同点のチャンス。2塁ランナー松田、1塁ランナー角中、おつけたライトへ、これはヒットになる。2塁ランナー3塁奪った、ボールライトに矢野、バックオーバーしません、同点。内川らしいヒットが出ました。渋い当たりではありますが、ライト前タイムリーヒット、同点1対1。1塁ランナー角中も3塁に進んでいます。ツーアウトランナー一塁三塁です。ヤクさん、はい、まあ、内川らしいといえば内川らしい。そうですね、いや、インサイド気味を向こうに持っていけるわけですからね、はい、いかにバットが 内側から出てるか。